サモアンサム三田会の会長の内田です。延長に限らずとありがとうございます。こんな高い席からすいませんが、ちょっとの時間、この単語アンサンブル三田会の設立経緯とか学生の時の話とかですね、ちょっと3、4分話をさせていただきます。演奏の前にというのは、我々、単語アンサンブルのメンバーはですね、慶応義塾単語アンサンブル三田会というのができたのは、1995年。しかしそれより前はですね、我々は KBR ソサイティという学生団体で、これも慶応義塾が運営する文化団体連盟というのがありまして、そこの音楽団体でワグネルとかで、我々軽音楽ではライトミュージックなんかあったんですよ。我々の時代はですね、何といっても KBR が勝って、それで投票なんですけどね、文化団体連盟の文連の委員になるんですよ。で、10人の、いろんなライチウスとかですね、いろんなその、各諸団体で、体育会だと、ね、野球部とかいろいろありますが、僕ら演奏したり絵を描いたり、音楽をやったり、まあ、いろんな、ライチウスなんていうのはボランティアなんですけども、そういう、団体からですね、集まって慶応義塾の文化活動をやって、その中の一つが、我々 KBR ソサイティだった。で、 KBR ソサイティの中には、今ここにも来られてますけども、ハワイアン、それから単語は、ただ設立当時の昭和22、3年の頃はですね、ダンスまであったんですよね。そうすると一つの部で全部ダンスパーティーができたんですね。でもそういうような時代はだんだん時代とともに変わって、僕らの頃はハワイアンが何といっても1学年に100人以上いましたね。ハワイアンっていうのはウクレレとかギターとか割と簡単にできるんで、だから単語になると当時はバンドネオンなかったんですね。アコーディオンと、ピアノとベース、あとボーカルですね。で、我々の先輩はですね、プロとよく一緒にやってて、藤沢蘭子さんなんかもですね、一緒に僕らの仲間をやって、我々の時はもう、ちょっと時代があってて、その時代じゃないんですけども、要するに、学生でありながらプロと同じように活動してたという、音を出すということが第一目的だということで、この、KBR ソサイティが出来上がってまして、単語と、ダンスと、ハワイアンで、ハワイアンはもうずっともう栄えてきまして、で今はもうハワイアンからポップスとか、いわゆる、そのハードロックのような、ジャンルに移ってきました。で、僕ら卒業生は三田会に入る、 KBR 三田会というのがあります。で、今ここにも、KBR 三田会の、副会長さんも来られてますけども、そういうところでハワイアンとタンゴをやってるとですね、我々の先輩はバイオリンやってる人なんですけど、内田君もそろそろそのタンゴだけの見た目を映らないかと、でお前作ってくれって言って、それでいろいろ算段して、1995年にですね、この慶応義塾タンゴアンサンブル三田会を設立して、その言い出しっぺのそのワグネルソサイティのトップバイオリンもやってて、KBR のタンゴアンサンブルでもトップバイオリンやったその村田さんという方が、初代の会長で、その方は KBR の三田会の会長もやられたんですが、もうそこは辞められて、移ってきたんですね。で、そんな経緯があって、この主催の慶応義塾単語アンサンブル三田会というのは、会員全員が KBR 三田会の会員でもあるんです。ですから KBR 単語アンサンブル OB と、学生時代は KBR 単語アンサンブルの名前で出てましたから、テレビとかラジオなんかでも KBR 単語アンサンブルだった。で、我々は慶応義塾単語アンサンブル三田会になると KBR が使えないんじゃないかということもあったんですけど、まあ、今はもうそういうことで、ある程度自由に、許していただいてます。もう先行き何年生きるか分かんないんで、まあそう固いこと言わないやる予定です。で、今回ですね、この開いたのはもうこのコンサートはもう10年ぶり以上なんですね。私の記憶だと2008年だと思いますけど、今回ですね、もう僕ら仲間がどんどん次々にですね、あの世に行ってしまうんですよね。それでそれが寂しくて音を出さなきゃいけないと、 なんとか内田さん会長の間にやろうということで、まあ、このコンサートが、まあ、成功率かどういう形で終わるか分かりませんが、私がこの
コンサートが終われば会長の座を退くことになって、今日ご挨拶はですね、会長最後のご挨拶ということで、出てきました。で、我々の仲間でですね、ショックだったのは昨年の夏だったんですけど、私より8歳も若いですね、後輩がですね、もう亡くなられたんですね。すごくその活動幹事にもなって、いろんなことをやってくれて、私の仕事の手伝いもしてくれて、いろんなことをしてくれた方があっという間に亡くなって、で、それはその1年前に前の会長だった、バイオリニストでバンドでも弾いてる方、その方もですね他界されまして、じゃあこれ急いでやらないと我々自身もいつ音が出なくなるか分かんないということで、今回は、少しその説明も含めてですねさせていただきました。彼らの今天国にいる、僕らの中身にですねこれが届くように、我々も一生懸命演奏いたしますので、皆さんもよろしくご声援をお願いいたします。それではこれから、コンサートの開催を宣言します。よろしくお願いします。どうも失礼しました。中心ではありますけれども、ヨーロッパの曲だとかラテンの曲だとかも交えながら、王子のダンスパーティーの気分にでも浸っていただければ、幸いでございます。まずお聴きいただきますのは、狂った女という名前がついてますけれども、このハンゴ部類の女性ということで、いろいろ調べてみると、その単語部類の中でもその踊りの方のに狂った女性というような感じの曲だろうと思います。非常に激しいリズムのアルゼンチン単語をお聞きいただきましょう。ロカ、thank you.
ロッカーをお聞きいただきました。まあ、タンゴというのがいつ頃生まれたかというような話をちょっといたしますと、大体日本でいうと明治維新と同じぐらい、日本が近代化するのとほぼ同じ時代にタンゴは生まれました。そして、どういう生まれ方が、タンゴのお父さんとお母さんはどんな人という話をちょっとしたいんですが、まずスペイン人たちがアルゼンチンに入植をして、牧場を営みました。まあ言ってみればカウボーイになったんですね。でそのカウボーイが土着のインディオの人たちの歌と、ヨーロッパの歌とを、まあ、混ぜましてミロンガという、曲が生まれました。まあ、これは一種の労働歌でありまして、日本でいうと何々節というような民謡に近い内容です。で、そのうちだんだんアルゼンチンが発達いたしまして、そのミロンガが、ベノスアイレスの港町に出てまいりますと、もう一回、ヨーロッパのそれもあんまり上品ではない船員たち、その西洋音楽と出会って、いわば4分の3、ヨーロッパ、残り4分の1飲料という形で、生まれたのが、まあ、言ってみればアルゼンチンの歌謡曲である、タンゴということになります。でこのタンゴがヨーロッパに渡ります。でこれは、第一次大戦の後、たくさんの、まあ、カルロス・ディサルであるとか、さまざまなバンドが、ヨーロッパに渡って大変な好評を博します。でヨーロッパでもこのタンゴってやつをやってみようじゃないかということで生まれたのがコンチネンタルタンゴということになります。ではその今日はヨーロッパのコンチネンタルタンゴもお聞きいただきましょう。代表的なコンチネンタルタンゴ、小雨降る道。
はあのドイツ人の、ヘンリーと書いてあるんですが、ハインリッヒ・ヒンメルという人が、作曲をいたしましたけれども、イル・プル・スー・ラ・ルイというフランス語の非常にきれいな歌詞がついています。日本ではあの菅原洋一さんが紅白に歌ったということで、ご記憶の方が あるかもしれません。それでは我が単語マンドも今日はたくさんの歌番を聴いていただきますが、歌番のトップバッターとして、曽我悟の歌で聴いていただきましょう。ジーラジーラ。Cuando los sueltes que escurrieran fallando y fallando de la parada, cuando esté bien en la vida sirvo desesperar, cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer secándose al sol, cuando rajes no está mango buscando que ese mango que te haga igual, la inmediata del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, no importa ni un amado ni un favor. Thank you.
ります。イーソンリサスをお聴きいただきました。先ほどタンゴってアルゼンチンの歌謡曲みたいなもんだというお話をしましたけれども、ね、もうちょっと補足しますと、その歌謡曲みたいなものというのはアルゼンチンの上流階級には非常にバカにされてたんですね。先ほどの歌番もそうですし、これからご紹介する歌番もそうですけど、大体女性はたくさん出てくるんですけども、女性の歌っていうのはほとんどなくて、振られた男の歌ばかりで、これおそらく古い江戸の町もそうだったんだと思うんですが、ブエノスアイレスの人口比で言っても女性が非常に少ない、少なかったのではないかと思います。で、だいたい酒場で引っ掛けた素敵な女性と付き合って一時の夢を見てる間はあんまりタンゴの歌には出てこなくて、それをだいたい外洋航路のヨーロッパの船員なんかに取られてしまって、俺の方がもっといいのにみたいな、そういう歌がタンゴのほとんどを知る、約8割9割ぐらいそうかなというようなことで、俺の方がもっといいのにっていう歌を今度は柏原誠の歌でお聴きいただきましょう。アスタシエンプレアモール永遠に別れ。Hasta siempre, amor. Pasarás de alto el corazón y dolerá el fracaso igual que hoy. Hasta siempre, amor. Hasta siempre, amor. Pasarás de alto el corazón y dolerá el fracaso igual y igual que hoy. Hasta siempre. Siempre amor,永遠に誓った君を愛することよ。寒い冬の夜、共に夢見た夜、今はその夢を再び帰らぬ。Hasta siempre, amor. Pasarás de otro vaso y dolerá el fracaso. Igual, igual que hoy. Siempre amor をお聴きいただきました。これも先輩たちの頃は永遠に別れようと言っていまして、私たちの頃はさらば愛しき人よなんて言ったりして、ヘビアでも長い時間が経ちますと少しずつなんていうか歴史が変わっていったりもいたします。で、今日は、何人かの友情出演の方も加わって演奏しておりますけれども、
とりあえず元からというか学生時代慶応でやっていたメンバーをこの辺りでご紹介します。先ほどご挨拶を申し上げましたピアノ内田博士それからバンドネオン安西正彦春貝邦夫バイオリン菅野森彦そして、皆さんの KBR の中にいると私まだ若手と言われているんですけれども、一番最若手私が先輩だった頃って言っても現役の頃に一緒に、ベースをやってくれました田中明そして、先ほどから素晴らしい歌を届けて くださっている、曽我悟柏といったメンバーで、お送りをしております。それでは、そうですね、トウモロコシという名前がついている L 曲路という曲を聴いていただきます。で、この曲は一度できてヒットしたんですね。今これ、年代とかいうのはこの資料に書いてあった1903年とか。その後、戦争第二次大戦の前後に、キス・オブ・ファイアという、ルイ・アームストロングの出ている映画にもなりましたその中で、再ヒットしたという大変珍しい曲でございます、それではお聴きいただきましょう「エル・チョプロ」
その振られるだけで酒飲んで終わる曲もたくさんありますけれども、中でもですね、その俺の方がいいんだと言って相手の恋方と決闘をするという物騒な曲もあります。この曲は、黄昏のブエノスアイレスの街に、決闘で足を失った老人がカタンカタンと、オルゴールを弾きながら流して歩くという大変哀愁の漂う曲でございます。カルロス・ディサルイ楽団の傑作と言われています。オルガニート・デラ・タルデ、黄昏のオルガニート。少し安心できる、曲も出てまいります。ご存知、ベッサメムーチョ、日本語で訳しますとたくさんキスしてくる、ほっとします。曽我悟の歌で、お聴きいただきましょう。ベッサメムーチョ。Como si fuera esta noche.
世界のどこかで必ず演奏されているというこの曲、ラ・クンパルシータ。